皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。宇都宮通達生体院長の鈴木です。本日の動画なんですけど、患者さんに説明させてもらってる慢性痛についてのお話をちょっと今日はホワイトボードを使って解説していければと思います。うちに来られる患者さんなんですが、何年前からずっと痛みがあるだとか、年単位で昔から痛いという人が多いんですね。でお話聞くと、ヘルニアだとか変形性膝関節症だとか座骨神経痛とかいろいろと診断名をもらってるんですけど、まあ、そういうのを一括りに昔から続いてる症状のことを慢性痛と呼ばせてもらってます。じゃあ患者さんはこの慢性痛ってものを治したいから来院されるわけですね。あとは今までいろんな治療をしてきたと。でも実際治ってきてないから当院に来院してくれるわけで、じゃあそういった患者さんにどういうふうにしたら慢性痛が治るのかっていうのと、あとなんで今までいい治療というか治るためにいろんなところで治療を受けてきたはずなのに、なぜ慢性痛が良くならなかったのかっていうのをホワイトボードで説明させていただいてます。でまず慢性痛ってものは、まあ、僕の中のイメージなんですけど、慢性痛っていうのはまあ、少しダイエットと近いものがあります。考え方としては、例えば慢性痛をお腹の脂肪だと思ってください。慢性痛ってものは普段の日常生活、患者さんの普段の生活の中で徐々に徐々に溜まってしまった痛みの原因っていうのが慢性痛になります。脂肪っていうのは普段の食生活で溜まってしまったお肉ですね。お腹のお肉っていうのがまあ脂肪になりますよね、まあ、太ってしまったような形です。そしたら慢性痛を治すって考えはある意味脂肪を取るダイエットのイメージと強いんですね。じゃあダイエットを痩せようと思った時にまず何が必要かっていうと、なんで太ってしまったのかっていうところですね。そこが分からないと自分で気をつけようがない。例えば夜食をすごい食べる人、夜食を食べ始めてからブクブクと太ってしまったんだと。でも痩せたいから、ね、脂肪を取りたいからって言って一生懸命エステに通ったりだとか、少しこうジムで運動なんかしたとしても、その原因となって夜食ってものを食べ続けてたらなかなか効果出ないじゃないですか。だって脂肪を取っても逆にこう増やしちゃうような要素も自分でやってるわけですから、なのでそれとなかなか痩せないと。だからまずその夜食が原因なんだってことを見つけてあげて、じゃあ夜食を変えよう、まあ、その太ってしまった食生活から変えることによって他の運動だとか、あとはエステとかそういったものがさらにプラスに働いてくるっていうのがいいダイエットになります。まあ、そんなイメージで慢性痛っていうのも患者さんの中で知らず知らずに痛みを作ってしまっているようなマイナスな動作っていうのが必ずあるわけなんですね。例えば当院に来院された患者さんは、僕の説明でわかると思うんですけど、かばうような動き、どうしても痛くなってくるとその部分をかばいながら歩いたりするんですけど、そのかばうっていう動きが実は慢性痛の原因になっている場合がとても多いんです。じゃあかばうっていう動作を続けてどんどん慢性痛が、まあ、強くなった、治らなくなったのに、いろんな治療を受けて、ね、いい治療をしてるんだけども普段その人はずっとかばい続けてるわけです。いい治療をやったとしてもかばうっていうことをやり続けてたら、患者さんっていう器があったらそこに小さな穴が開いてる、かばうというのが穴ですね。どうしてもいい治療を注いであげてもそのかばってるとそこの穴から全部漏れちゃうんですよ。だから効果がたまっていかなかった、だから慢性痛が改善せずにかばうことだけがどんどん強くなっていったっていうのが慢性痛の今で良くならなかった原因なので、どういうふうに良くしていくかというと、まずここ何が悪いのか、まあ、かばう動作なんですけど、じゃあどういった時に私はかばってるのか、どういった時にかばってる動作が出てくるのか、ご本人気づかれない方がとても多いです。なかなか自分だと気づけないんですね。なのでそういったところを、まあ、当院だと、まあ、お話しさせてもらって、じゃあこういうところが私悪かったんだねって自分のマイナス穴ですね、穴に気づけたらまずそこを塞いであげるんです。まずそこを塞いであげないと、いくらいい治療を注いであげたところで患者さんという器にその水は溜まっていかないんですね。だから当院で治療を受ける患者さんに伝えさせてもらってるのは、まずどんだけいい治療をするかよりも
自分の穴っていうところを一番最初に埋めることが大事ですよと。そうしてあげたら自然に溜まっていくようになるので、そこについて最初お話しさせてもらいますっていうようなお伝え方をさせていただいてます。今日このお話を聞いていただいた画面の前のあなたに一度考えてもらいたいのは、何をしてから自分は痛くなっただろうかとか、痛くなる前はこういうような動き方をしてたのに痛くなってからこういうふうに動いたなとか、じゃあ痛くなかった時のような動かし方は今はできないのか、ね、意外とやってみたらできるんじゃないかとか、まあ、そういったところも少し考えてもらって、でもしご自分で、まあ、なかなかね気づける人少ないと思いますけど、もし自分で難しいなと、なかなかカバー動作はどれかわからない、でも慢性痛しっかり治したいんだよねっていうことであれば、まあ、一度当院の方に連絡いただければ、僕の方でお手伝いをさせていただければと思いますので、そちらの下の連絡先ですね、連絡をいただければと思います。本日はなぜ慢性痛が今まで治ってこなかったのか、慢性痛はどうやったら改善するのかっていうような考え方のお話でした。他にもいろんな動画喋ってますので、もし気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドマーク、あと概要欄の連絡先から連絡もいただければと思います。本日はこの辺で、さよなら。